ブレーメン1、2ドルトムントブンデスリーガ12節、ブンデスリーガ第12節、ベルダーブレーメン対ボルシアドルトムントの試合が現地、15日に行われた。ドルトムントは2、1の勝利を収めている。今シーズンの欧州サッカーはダゾーンで、つでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試しみ、中、ブレーメンに所属する、大迫勇成は先発出を果たした。12分、ジェイドン、サンチョの、シュートは相手に跳ね返されるが、そのこぼれ球を、ファエル・ゲレイロが押し込んで、ドルトムントに先制点が入る。しかし29分、中盤でボールを割れてからのショートカウンターからブレーメンのケビン・メイバルトに、同点号を決められてしまう。それでも78分、ペナルティエリア内で、マヌエル・アカンジが、ブレーメンの GK ・リッパブレンカに倒されて、PK を獲得。この PK、一度は GK、パブレンカに止められるも、マルコ・イスが押し込んで再び勝ち越しに成功したのままリードを守り切ったドルトムントが2-1の勝利を収めている。得点者、12分0-1ゲレーロ、ルトムント29分1-1メイバールト、ブレーメン78分1-2ロイス、ドルトムント、両。